王隊は古代には強連陣形として確立された基本的な陣形の一つであり、18世紀においても地上戦闘で不評部隊は2から3列王隊に展開して戦闘を行っていた。正面に対して広く展開することで火力を最大限に発揮し、敵が即敗を包囲することを妨げる。陣形とは戦闘において安全を確保し、 柔軟かつ迅速な対応を可能にし、戦闘力を最大限に発揮するための人員と装備の類型化された配置である。人形は戦闘での部隊の展開を決める重要な戦術的な問題であった。人形は部隊の規律を高めることで人員の孤立と部隊の混乱を回避し、部隊に対する通信と指揮統制を確実にさせ、そして、 部隊の戦闘力を集中させるために欠かせない措置であった。人形の基本的な形態として、部隊単位の渋滞や応体という強連人形があり、これらは、公軍や式典でも使用することができる。これは、人形転換が容易であるだけでなく、迅速かつ的確に部隊を前進させる上で優れた人形である。さらに、強連人形の訓練を通じて、部隊の規律を強化し、 より複雑な人形への転換を行うための基礎とすることができる。古代から中世において陸軍は、槍や盾を装備した不評部隊や騎兵部隊、弓矢を装備した部隊を密集した体系で運用していた。近代になって火器の性能が大幅に向上するとともに密集する体系に代わって、三兵の戦闘体系が主流となっていった。 海軍や空軍においては現代でも陣形が使用されており、艦艇や航空機を効率的に配置して運用するために戦闘陣が採用されている。武田八陣形日本では中国の八陣図が古くから知られ、平安時代に大江これ時により、魚林、角翼、岩光、湾月、奉仕、公約、長打、宝縁という和名が作られた。 古代中国の八人については、風光により作られ孫五子や呉れ木、諸葛孔明などに利用されたと多くの資料が伝承しているものの、その実態は明らかでなく、後世の死家や陛下、構図からが想像し推測したものが残されているのみで、ある。また意味する内容が戦術なのか、構築陣地の建設法なのか、軍団の配備なのか、要塞軍の配置なのか、明確にできない点がある。 日本の人形史も参照古代の戦闘形態は不明な点が多く古代の文献をもとに発掘された遺物や壁画武器や壺の絵などから創造されたものが中心となる。アリストテレス政治学には当初は騎兵が軍事力において卓越していたので国政は貴族性であったがその後重層不評が国家の戦力の中心になると民主制となったとする。 考古学の観点ではそれ以前に、ヒッタイトやエジプトではジャリオットが使用されていたことが知られており、戦闘馬車は、騎兵戦力に駆逐され、やがて騎兵が重装不評に駆逐され、古代民主制国家が成立したと見られている。ワーテルローの戦いにおいて、フランスの強行騎兵がイギリスの邦人に突撃する。ライフル銃や機関砲、大砲の登場以降、 河川を構築する目的での部隊配置としての人形法が研究されることになった。構築陣地においては敵の接近や侵入を効率的に制圧するために機関砲や大砲による河川に死角が生じないように部隊配置することが重視された。伝統的に海軍は海戦においては単王陣と単獣人に展開して戦闘を行っていた。 これは一列に並ぶことで艦隊の指揮統制を簡略にするだけではなく、各艦艇の火力の使用を相互に妨げないための陣形であった。正面の敵に対して攻撃を行う場合、単の王陣で前進した後に90度回答して単獣陣になることで、すべての艦艇の火保を目標に施行させ、優位に立つことが可能である。これは定時戦法と呼ばれる、 人形転換であり、実践された事例として、広島戦争での立砂海戦日露戦争での日本海海戦太平洋戦争でのスリガオ海峡海戦などを上げることができる。ただし、ミサイルによる海上戦闘では、このような方戦を想定した艦隊運動を行うことはない。第二次世界大戦からは、航空母艦や戦闘指揮艦を護衛するために艦艇が、 臨境陣を形成し、航空機による攻撃を効率的に排除する上で、有効な対空放火陣形、また対戦警戒陣形として実践されており、このような艦艇の配置が現代の海戦術の問題となっている。空軍の航空作戦においては、航空管制のもとで多数の航空機を管理することで、航空事故の発生を防いでいる。 それと同時に航空機を人形として配置することも行われており、第二次世界大戦ではアメリカ陸軍の航空隊では爆撃機の安全を確保するために法人に展開していた。現在でも航空船においていくつかの人形は重要な人形であり続けている。戦闘機は対航空船で相互に援護できるように変態飛行を行う。これは 複数の航空機が一定の間隔と位置関係を保つ飛行であり、状況や作戦に応じて間隔や位置を変化させることで、策敵や軌道を容易にすることができる。小学館、日本大百科全書、八人、渡辺一郎を例として、俗日本機、天平法人4年11月10日上には、6人を太財府に使わし、第二のキビア村ンマから、諸葛亮の八鎮、 孫氏の、旧地お及び、軍営の作り方を習わせたとあり、大江これ時により、人形の和名を付けられる以前から朝廷が八人、旧地、軍営術の指導に力を入れていることがわかる。八人と、八人の庭田中配当新日本古典文学大系、方言物語岩波書店では、この記事を採用していない、重層不評戦術の問題、中井義明。 ありがとうございます。